今日の動画ね、新ユニットを紹介していくんですが、一言だけ言わせてください。マルチ見た目変わりすぎでしょどうもドゾルです。はい、ということで今日の動画では新しいユニットアサシンユーノについて紹介させてください。こいつね、3コストなんですが、ウルトラレアでダッシュ中がなんと無敵状態になるということで、一切の攻撃を受け付けなくなるという、ちょっと変わったユニットでございます。他にもダークネクロだったり、コウモリの群れだったり、ヒールだったりね、新しいカード、結構魅力的なカードなんですが、今回紹介していくこのアサシンユーノ、ドラフトチャレンジでゲットすることができます。いつもと違うのが2勝4勝6勝9勝12勝かな、それぞれで報酬が用意されておりまして、しかも12勝のアサシンユーノは1回しか、ゲットすることができません。なんでつまりは上手い人がね、何回も何回も周回することがなくなるので、結構平等にというか、まあ、そこそこ上手かったらね、アサシンユーノゲットできるんじゃないかなと、言ったチャレンジとなっております。はい、では早速なんで、アサシンユーノのゲームプレイの方を見ていきましょう。まずは基本性能からなんですが、こいつね、さっきも言ったようにダッシュ中が無敵なんですよ。あらゆる攻撃が無効化されるということで、若干ねダッシュの前にこうため時間っていうのが必要になってくるんですが、かなり3コストにしてはね、魅力的な性能なんじゃないかなと思います。攻撃対象は特にタワー優先とかそういったものではなくて、地上ユニットであればどんなユニットでも攻撃します。なんでこのため攻撃からの、ね、ダッシュ攻撃がやっぱダメージが高いので、細かいユニットに対してはそこまで効果を発揮できないかなというところなんですが、まあ、乱戦とかでもね、無敵時間があるので、これをうまく使ってこう活躍させてあげたいなというユニットですね。あと忘れちゃいけない特徴として、見た目がミスターインクレディブルに出てきそうこちらの特徴ね、皆さん忘れないでください。はい、ということでここからはね、実際のアタックを見ながら、このミスターインクあ違った、アサシンユーノかアサシンユーノの、こうアタックをね見ていきたいと思います。今素で間違えてしまった。はい、ということで、見ていきましょう。はい、ということでここでちょっと1点だけ告知だけ挟ませてください。本日3月12日、夕方の18時からかな、18時からチェダーを倒せば100万エメというね、生放送をこのチャンネルにて行います。私とずると、キヨキヨさんがクラロは最強の男と歌われるね、チェダーを倒すことができれば、皆さんにその後の1万人大会開くんですが、その1万人大会で100万エメラルド分、のプレゼントができるようになると言った企画でございます。皆さんのね、報酬のためにも我々一生懸命チェダーと戦っていきますので、ぜひとも生放送応援に来てください。またね、お時間ある方はその後の1万人大会も報酬がかなり、チェダーに勝てば豪華でございますので、そちらの方もね、ぜひご覧になって実際に参加してみていただければなと思います。さあ、それでは、攻めの方を見ていきましょう。結構ね、アサシンユーノをこう見て思った感想として、個人的な感想としては、刺さる、無敵時間が思った以上にやっぱりこう特徴的というか、思った以上にね、こう効果発揮していて、まあ、実際にこうため攻撃中に、やっつけてしまわないと、その後の攻撃っていうのがマストで入っていきますし、その後もね、結構攻撃速度が速いので、タワーに到達することができれば、じわじわとタワーを削ってくれるというね、結構面白いユニットになっております。空ユニットが攻撃できないので、こう空ユニットのガーゴイルとかでね、処理してあげるとかももちろん手としてはありだと思うんですけれども、いや、こいつはね、ちょっとゲットしときたいですね。今週末、17日からスタートするこのアサシンユーノチャレンジなんですけれども、私はちょっと一足先にね、アサシンユーノをゲットすべく回収していきたいと思います。このアサシンユーノね、3コストにしてはそこそこ体力がありまして、ローリングってももちろんのこと、なんとファイアーボールからもね、一撃耐えることができます。結構3コストの最近出たフキアゴブリンか、フキアゴブリンとはちょっと感覚的にもね、性能的にも違うんじゃないかなという感じでございます。今回のね、バランス調整でファルチェとかがね、強くなりますし、こうファルチェとかボーラーで細かいユニットを処理してアサシンユーノでね、刺すみたいな、そういった攻撃パターンももしかしたら流行ってくるかもしれません。まあ、個人的にはね、アサシンっていう名前がついているので、まあ、できればクナイとかね、そういった武器を持っていてほしかったんですが、まあ、コンボを持ってる、このユーノちゃんもねなんかちょっと中二病っぽい、マスクもしているので、個人的には、ちょっとお気に入りキャラクターになりそうです。ちょっとね、この後っていうか、今週末に始まるアサシンユーノチャレンジ、皆さんも頑張ってね、ゲットしていきましょう。このチャンネルで多分アサシンユーノチャレンジ
最速攻略デッキみたいなのもね、どんどんアップしていきたいと思います。なんかドラフトチャレンジっぽいので、まあ、こうデッキをカチッとは出せないかもしれないんですが、ポイントとかもね、抑えてお送りしていきたいと思います。はい、ということで、本日の動画はこんな感じで、じゃあ終わりにしたいと思います。最後にこのチームバトルのちょっと様子もね、皆さんにお伝えしたくて、ちょっと昨日動画出せなかったんですけれども、この2対2のチームバトル戦、クランバトルか、ごめんなさい、名前はクランバトルでした。クランバトルっていうのも、今回のアップデートで導入されます。これがね、個人的にはむちゃくちゃ面白い。一回遊んでみたんですけれども、本当に面白いです。実際に、キヨキヨさんとね、隣に並んでこの前遊んでみたんですけれども、本当にね、わちゃ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 言いながら、あっちあっちみたいな、あ、そっち出しちゃダメみたいな、めっちゃ叫んじゃいました。はい、ということで、ちょっと今後のね、この多分、クラロワの中心になってくるんじゃないかなと、個人的には思っている、このクランバトル戦も、今後ちょっといろいろお送りしていきたいと思いますので、ぜひともね、高評価、チャンネル登録、そしてコメントの方よろしくお願いいたします。ということで、本日はね、夕方18時から生放送にてお会いできるかなと思いますので、皆さんぜひ見に来てください。ということで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。